さあゲスト紹介いたしましょう。まずは、豚の皮で作ったですねいびつな、形をした物体をですね、そのフェロモンに誘われておちんちん立てながらよだれを流しながら追いかけ回す、祭りを楽しむラグビーで、ね、ラグビーのことですよねラグビーのことですねクソヒゲゴリラことサントリーサンゴリアス所属畠山健介さんです。よろしくお願いします。皆さん帰ってまいりました。ね、本当にそれなんでその T シャツはこれはもうあれダンボーラダンボーラ T シャツでしょ。戦闘着で来ましたよ今日は。恥ずかしい。ゲスナのオフ会に参加して、ね、頂戴した T シャツで今回もうゲスナの代表としてここに来させていただきます。ラグビー界でそこそこ偉くなった人がゲスナのオフ会さん。すっごい楽しかったです。めちゃめちゃ楽しかったです。そうなんだ。すごい楽しかったです。どうやって連絡取るの？ツイッターとか。あのツイッターのとあるゲス、あのゲスナーの方からまあちょっと DM でお誘いいただきまして、まあこの日にで、まあ何回かちょっと行けない日がありまして、向こうも多分あれこれやっぱ来てくれないのかなって思わせちゃったと思うんですよね。でもなんとかこうスケジュールが合いまして、まあサプライズで、サプライズで、あの登場させていただいて、みんな目が点になってました。そうでしょうね。そう。本当に来たの？そのあまりの体の厚みにね。そうなんです。それで昨年その僕のあのウェアをもらった東北自動車道さんがすぐ横にいらっしゃったんですけど、もうその方なんてもう目をあんぐりもう。やべえみたいな。そのすごいメールを送っていただいたので僕も覚えてたんです。でもその言葉数は少なめでした。そりゃそうだ、みんなシャイだしね。そうだ、今日も変なメール送ってきたらもう全て、うん、あの素性明かしてやるんだよ。ダメだよ、何殺そうとしてんの。社会的にもう光を当ててやろう。さあ、そしてもう一人ですね、これは鶴は千年亀は万年おっぱいは永遠というやつですね。目が合った。素晴らしいですね。まああの偽ってもちょっとその心を病んでるような感じの。そうもうにいつ会っても心が病んでるような状態の。やめてよ、何その喋り方。目つき。目つき。バッチリだぞ。今日はちょっとね、あのご実家の、ね、栃木でしたっけ。はい、栃木の栃木でご実家でやってらっしゃるおせんべい屋さん、はい、ね、はい、手島米菓店のおせんべいお土産で持ってきてくださいまして、はい、柚子味のおせんべいが一番おいしいですっておすすめですっていうことでちょっと、はい、あの食べさせていただきます、はい、めちゃめちゃ味薄い。やめろ。謝れっつってんのずっとそれ言わないです。なんで電波に乗せて言っちゃうんですか。メーカーでしょ、だってメーカーですよ、ね、メーカーでやめてよ。めちゃめちゃ味薄いです。そしたらやっぱり作ってるのがもうお父さんお母さんもお年だから、はあはあ、薄味が好きなんだって。はあ、ついつい薄味になってます、ね。はい、そう、どんどん薄味になってます。確かにね。ということで、パイレットこと手島優さんです。よろしくお願いします。どうも、愛がいっぱい、アイカップ手島優です。よろしくお願いします。もうグラビアなんてやんないでしょ。やってますよ。やってる。この間撮ったばっかりですよ、グラビア。あ、そう。フラッシュの。フラッシュ？はい。あのフラッシュあるもんね、変な人のやつ、はい、現役のグラビアなんですよ、うん、いくつになった。36でグラビアって恥ずかしくない。恥ずかしくないです。別に年齢制限ないでしょ。グラビアにないけど、まだあるし、需要がいい加減しないと、ね、あるから呼ばれたんですよ。ラジオネームアルプスの熟女入り、うん、僕は手島さんの大ファンです。お、スタイルもよく、顔も美人で、性格も最高です、うん、ですが最近は全然テレビで見かけません、うん、手島さんもしかして万引きでもしましたか。私じゃねえんだよ。一発目がそれなんですね。怖っ。マジで胃が痛いんですよ今日朝から。ずっと胃が痛い。いや、また言ってんそういうこと。だから病んでるって言われて。元気にやんないと。いや、元気ですよ。グラビアアイドルなんでせめて元気じゃない。いや、元気元気超元気。元気。こんばんは、元気です。ということでね、はい、芸能界を代表するゴリラフェイスのね、お二人にお越しくださっております。1年ぶりでございますけどね。本当に1年なんですね。丸々1年、丸々1年で、ね、でもやっぱシーズンがあるでしょ。あ、そうですね、はい、でもまあスケジュールの合間を縫って、まあなんかこうお仕事であったりとか、どこか違うところでもお会いできるかなって、ちょっと心の中で期待はしてるんですけど、本当に1年ぶりですよ。
かもここ ね, ねここで、ね、ここね、JFN でしか会わないちょっと俺も仕事してるんだけどね、いろ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 なかなか会わないですよね。でもどうなんですか、なんかあれでしょ、偉いんでしょ、偉くなったんですよね。偉いというか、はい、一応選手会の会長を、そうですよね、務めさせてはいただいてます。これほらラジオにも過ぎ過ぎ、畠山選手に確認です、はい、ラグビーフットボール選手会の代表理事、はい、就任されて以来、はい、急に羽振りが良くなったという噂を耳にしました。会費の着服、ちょっと運営資金の私的流用などありますあるわけねえだろ、マジで。確かに今日もなんかコーヒーのお土産いっぱい持ってきてくれて、それは毎年入れさせていただいてますよでも量増えてますよね。増えてないですよ、一定の量ですよ。なんか肌ツヤもいいっす、ね、それは別に僕の普段の手入れですよ、それは手入れ着服一切してないですよ本当。そう、別にそのお金なる組織ではないですから。そう、でも今年はさすがにワールドカップがあるわけでしょ。そうです、そうです、そうです。だからちょっとはいいでしょ、スポンサーもついてるし、テレビでもよく見るし、いろいろお金は回ってきてると思います。いや、だからどうなんですかね、うん、だからありがたいことにラグビーにすごいこう注目をしていただいてる分、うん、僕は逆にその後がすごい不安なんですね、うん、いや確かにそうね、ワールドカップ終わった後にラグビーがこうもっと普及するのかなっていう不安がありますよね、うんうん、その通りです、うん。何してんですか、仕事は、会長は。仕事、会長。何をしてるっていうと、まあ、ちょっと困るんですけど、やっぱ選手の声をこう拾い上げて、うん、こう選手はこう思ってるんですよとか、もっと選手がこういうふうに、うん、プレーしやすいような環境を整えましょうみたいなことの、まとめ役。なるほど、なるほど。まあ、なんかお飾りみたいなところはあると思うんですけど、ね。グラウンドの土の中にもう、その猫の糞混ぜるのやめましょうとか。いやいや、そんなことやってないです。汚いです。やってない。あと、僕ずっと思ってたんですけど、有吉さんはなんかその、ラグビーを蘇民祭か何かと感じた。あの、岩手の機体の、ふんどしで、なんか、裸の大人たち。勘違いしてるところがあると。お祭り行って裸でって言って僕はもう、なるほど、地元も近いので、そうかそうか、岩手の蘇民祭しか思いつかないんですよ。山さんがそもそも、はい、そのラグビーの試合中に、はい、あのおちんちん立ててるって言うから、立ててないんですよ、ね、どこにそんな余裕があるんですか、あのスポーツで。おちんちんは立てないあれだけのやっぱ近い距離でヒップの匂い嗅ぐとやっぱりでもね、ヒップの匂いを嗅ぐならもうちょっとマシな方法あると思うんですよね。わざわざラグビーやる必要ないと思うんですよ。そうか、まあ、ちょっと畠山選手と、ね、手島さんのことあんまり知らないという方もいらっしゃるんでしょう、うん、はいはいはい、ちょっとじゃあご紹介、安田。はい、安田さんね日本を、畠山選手はですね、うん、まあ、日本を代表するアスリートでございます、うん、日本ラグビーフットボール選手会会長というご紹介もありましたけども、うん、今会長をやってらっしゃいまして、おちんちんに皮がかぶってらっしゃるということでございます。続いて手島優さんが2008年 V シネマ作品爆乳戦隊パイレンジャーを発表、パイレットとして活躍しております。今夜は新曲ハミチチパパラッチを持ってきていただいたということで、ハミチチパパラッチって何、新曲なの。新曲です、ソロの新曲だったよ、はい、誰が買うんだよそれは知らないです、ソロ、それは知らないです、ソロで、はい、ソロで。あ、そう、第2弾です、ソロは。いいね、作ってきてくれたんですね、はい、作っちゃいました。手島さんどうなんですか、まだご結婚もされてませんけども、はい、なんか特に浮いた話もなさそうですね。本当ですね、うん、浮いた話はないです。今どうしてんですか、お仕事は。確かに あんまりお見かけしないですけど傷つくな傷つくなどういう活動中心に、どうしてんの本当に、本当何してんですかね。休みは多いんですか。休みばっかりです。休み多いはい、ロケ隊部合です。あ、でやばいんですよ ね、頑張んないと。本当に上の人にすごい心配されました、一昨日ぐらいに呼び出されて。どうしてんの、仕事、何の仕事してんの。あ、でもその単価がいいやつとかほらあんの、どういうイベントとか、イベント系、イベントでも呼ばないだろう、だって石村さん呼ばれるんですよ、まだ需要が。競輪とか競艇とかボートレースとか、まあまあ、そうですね、ギャンブル、ギャンブル系ギャンブル系はやっぱ呼んでくれんですよ、ちゃんとした場合。あ、そうですよ、はい、あとはもう地方の、地方のね、仕事いっぱいある、はい、大丈夫、生活できてるんですか。できてますよ。あ、そう、生活はできてますよ、だってもうがっぽり貯めてましたから。あ、そう、それいいですね、はい、ラジオの実績ゼロ。僕は手島が好きです、うん、3年でも僕が好きな手島は
インスタグラムに父を載せる手島です。インスタグラムにお気に入りの商品やネイルを載せる手島は嫌いです。よろしくお願いします。確かに。ダメよ、そういうメイクとか爪とかそういうのやっちゃう。それぐらいよく誰も見ないよ。見てます。一応女子ファンいるんです。手島さんがやってるからやってみようって思う人いないですよ。いますよ。カメラ撮って真似してくれる人いますもんだって。そんな驚くことじゃないですよ。ごめんなさい、俺も驚いちゃう。だって人の子ですよ。ごめんなさい。なんで安田さんまで。俺フォローしなきゃいけないのよ。そんな驚いちゃって。え、みんな敵なの今日。ごめんなさい、ごめんなさい。敵じゃないですよ、みんな。みんな仲間ですから。ラジオの豆腐小僧、クソヒゲゴリラさん、はい、今回私物プレゼントはありますか。もう持ってきましたよ。持ってきました。持ってきました。で、多分もうゲスナの方々はまた上着持ってくんだろってどうせ思ってると思うんですよ。僕は今回ちょっともうまず布切れをまず一つ、ね、いくつかあるんですけど、まず僕が実際に練習で使ってる短パン、うわで去年もプレゼントさせていただいた時にそのサイズ感で震え上がれて、いや、まあ、メッセージ性があったと思うんですけど、今回もまあそこはブレずに有吉さんが大好きなの山崎モーターさんのカモシカのような幸せ、これを履いて、お前もだぞと。風俗嬢だけがカモシカなしじゃなくて、お前ですらカモシカ状態だっていうのを、これを履いてまた震え上がってほしいんですよ。なるほどね。これを履いちゃうとね、状態のいいやつ持ってきました。なるほどね、はい、いいですね。使い道がないですよね。股間のところがやっぱちょっと白くなってないですね。これ白くなってないですね。ちょっと毛玉になってる。毛玉になってないですね。何をしたの。股間のところだけ毛玉になってる。どうやったらそんな毛玉になるんですか。短いですね。でそれ短いね。ね、短いですか。金玉出るでしょ。出ないですよ。それ見えてない。出るよ。どんなでかいもの持ってるやつ。だってまた人2センチぐらいしかない。いやいや、そんなことないです。これ意外とですよ。意外と。普通の人が出ちゃいます。なんでラグビーの選手っていつまでも短パン履いてる。え、どういうことですか。いや、もっと、はい、長ズボン履いてやるじゃん。長ズボン、うん、長ズボンじゃダメなんですよ。長ズボンダメ、ね、長ズボンじゃダメなスポーツなんですよ。あ、そうなんですか。あ、それ理由はあるんですか。ちゃんと、いや、そういうユニフォームって大体そう規定のものがあるじゃないですか。ラグビーはそう、なんかジャージに、あ、まあ、短パンに、うん、ソックス。あ、そうなんだ。そう、決まってるんですよね。もうちょっと長、スパッツとかね、はい、長い、あ、スパッツが長いの履いてる人もいるかもしれないですね。ちょっとあんまり肌の露出しない方がいいんです。なんでなんですか。なんですか。なんかそのグラビアみたいな。グラビアなんか青春派女優みたいな扱いされてますけど。じゃあ、あとこれとこの布切れと、あと僕がちょっと企画、僕が書いたわけじゃないですか。絵本を出させていただいて。あ、見た見たツイッターで。そうそうです。これを5部5冊持ってきたので、いい、ね、でサインも入れて。ゲスナーの方に、あら、いいですね。毎週誰かこう、落書きボール、落書きボールという絵本ですね。ぜひぜひこれを、絵本ですね。面白かった。若槻千夏さんの絵本よりはマシな感じ。あ、そうですか。若槻の絵本ひどかった。なんかやめてください。やめてください。うちの先輩をディスるのは。ちょっと一旦ブレイクします。スネイナイツドリーマーライブオンエア。さあ、ということでね、本日ゲストにクソヒゲゴリラとパイレットがお越しくださって。名前言ってください。お願いします。ニックネームだけで帰ってきたドミンゴ。お願いします。クソヒゲゴリラ、お前また証拠りもなく、お前使い古しの布切れ持ってきたんじゃないだろうな。持ってきてもらってますね。まあ、まんまとですね。そんなのいらねえからな。お前は選手会代表理事の特権生かして、ラグビーワールドカップ特別サポーター福岡代表橋本環奈のパンティー頂戴してこい。ね、そっか、成人になりましたもんね。気の利いたちょっとお土産がねないですよね。すいません、犯罪なんじゃないか。それすぎすぎ。畠山、はい、去年この番組出た時に言われたことをまさか忘れてねえだろうな。そうだよ、お前の嫁の母乳だよ。本当に言ったんだろう。嫁の母乳を1年前だからもう卒乳してますからね。卒乳してる。結構早めに卒乳しちゃったので、ちょっともう出ないですね。うん、だ、いや、でも凍らしとくって終わった。やべえやつでしょ。嫁の母乳冷凍庫に入れてる旦那、やべえやつでしょ。しかもそれがラジオのレッリスナーのためにって。手島出ない。いや、なんか頑張るんで、そうなんかガーッて仕事出そうですね。変な汁、変な汁が、はい、変な汁って言われてない。綺麗な汁ですよ。ゴミ汁みたいな。ゴミ汁が、ゴミじゃない、清水、清水は正面のことだ。そうですね。
生乳生乳って何だよこれ見とくか。あ、宣伝かな。あ、田中誠志郎、先日ご自身も監修された絵本落書きボール発売されましたね。もちろん僕も買いました。ありがとうございます。開くとラグビーボールのような形になっていて見た目も可愛く、これは子供が喜ぶこと間違いなしですね。なんて言うと思ったか、クソゲゴリラ。てめえな、コンプライアンスがクソ厳しいご時世に何斬新な豚の膀胱型の絵本出してんだよ。ラグビーボールは不思議な形？あ？チンコじゃねえかこれ僕に言う分にはいいですけど、僕が書いてなくて絵本作家さんがちゃんといるので、もうやばいですよ、本当に気をつけた方がいいんですよ。法的手段に至るから一発ですよ。やばいいや、嬉しいですね、知ってくれてるっていうのが。知ってはいるんですよね。知ってくれてるのも嬉しいですよね、いろいろと。手島さんなんか、うん、持ってきてくれたろ。あ、そうです、前回お土産持ってこなくてどえらい空気になってました。そんなことない。なんか別に手島さんいらないですって言われたんですけど、どうせ畑山さん持ってくると思ったんで。ビニールち、あれ、あのこれ、このカサカサ縮れてる、これ縮れてる、縮れてるとかやらない、ツルツルじゃないですか。ツルツルやめて、チリチリからのツルツルやめてください。あの、私が爆乳シリーズで、ええ、活動してる時に着てる衣装があるんですけど、うんうん、その中についてるバッジを一つもぎ取ってきました。いるわけねえだろ。え、いらないですか。超レアですよ。目が怖かったですよ。え、自分でつけて、これだってもう10年ぐらい一緒に特攻服着てるんですけど、そこについてるやつなんです、襟元。ほぼ私マジでパンティーの1枚持ってこわけ。バカだろ、今脱いで着けるから。着けるから。いいいいいい、ちょっと曲いきましょう。じゃあ、はい、新曲を持ってきてくれたね、手島さんが、はい、ちょっとじゃあ紹介してください。はい、手島優でハミチチパパラッチ。バーン。めちゃめちゃいいじゃん、ハミチチパパラッチ。ありがとうございます。なんかこんなちゃんと流してもらえると思ってなかったんで。ちょっと USA 聞いた時以来の衝撃。ありがとうございます。私そう、USA をちょっとパックパックって言ってから。ハミチチ、ハミチチ、マジマンジ。もう歌ってる。覚えてる。もう覚えてる。すごい。めちゃめちゃいいね。あの、チチが出た出たってところいいね。チチがーチチがー出た出た。あれ、民謡っぽくって言ってめちゃくちゃ取り直しましたから。もっと声出して、出せるよねみたいな感じで。はい。これ最後の、ちょっと切られちゃったけど、参拝締めっていうところもまたいいですか。参拝締め、ちょっといい、はい、参拝締め。それでは皆様、父を拝借。どうやってやんの？いいよ。パイ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 って続くんですよ。これちょっと会場で盛り上がると思うんで。パイパイのところはでもあれだね。はい、前のやつだね。そうです。あ、でもあれ取り直してるんですよ、ちゃんと。ちゃんと取り直してやってくれてる、はい。やっぱ本人が言うと同じになるんですよ。いろんなバージョンのパイパイ取って。だから爆乳センターじゃなくて、ついにもうレッドリーダーが一人でソロ始めたってことね。そうです、一応第二弾なんですけど。ハミチチパパラッチ。誰か、ね、聞いてくれるんですか、ね、どうですか、畠山さん。いや、もうすごいですね、今歌詞をいただきましたけど、もうまじまじと見てもハミチチは玉手箱ラブ&ピース掲げ宇宙へ旅立とう。何を訴えたいのかな。やっぱり地球を救うっていうコンセプトで始まってますから。最高だね、これ。でも発売とかはまだ何も未定っていう。なんでだよ。だってこれ歌取ったの去年の8月とかですよ。寝かしに、そう、ABEX 頭下げて来いよお前。土下座してお前、青山のビルのところで。いや、もう帰り行こうかな。当たり前だお前。もうこんないい歌出さないではないですか。売れるかな。いや、いいですね、なかなか良かったんじゃないですかね。監視で売れたいな。さあ、まだメールも来てますけどね、うん、ラジオネーム一生懸命舐めます FM 群馬、
手島さん、実家のおせんべい屋さんは性的なサービスやってますよね。なんかやめて、なんかやめて、やってないです。表向きせんべい屋だけどってやつじゃないの。いや、裏も表のせんべい屋です。お母さんがねぐりずつ出てる。うちの雅子が出ないでしょ。66ですよ。66です。おっぱい大きいの。お、もともと大きかったですよ。やっぱりそう、はい、すごい ね、もう今はもう食べたんですけど。ラジオネーム田中誠志郎かっこ手島ファン。デカ乳輪といえば手島さんですが、テジーはいつから自分の乳輪がでかいと自覚するようになりましたか。どうですか。いや、私本当にちっちゃいんですよ乳輪。だこの、そう、このバッチぐらい、これ多分、あ、だからちょ、本当ちょうど隠れるんですよ、これぐらい。それで隠れるぐらい、はい、だから市販にニップレス売ってるじゃないですか、あれよりはちっちゃいです。だから見てる人が分かりやすく言うとピップエレキ版ぐらいだな。あ、そうです、うん、ただピップエレキ版には磁石のポツンとして乳首がついてるってこと。あの黒い、ね、いや、あんなちっちゃくないんですよね、先端は。乳首はでかい、うん、吸いやすいって言われます。何で表現してるの。なんで男からの表現したんだよ。分かんないけど、吸いやすい、声で伝える番組でしょこれ。吸いにくい乳首ってないよね。逆にあんまりないです、ね、ないと思います、うん、あんまりだとほら、なんていうの、あんま出てなかったら吸いにくくないですか。なんか舐め回すだけで終わっちゃいません。でも吸うって言ってもさ、赤ちゃんじゃないからさ、本気で乳出ろって思って吸わないから。あ、そうですか、うん、吸ったふりだから。あ、そうなんですか、うん、そんな吸う。いや、そんなには。だからその男じゃないですか。あ、じゃあその昔付き合ってた人がそうなんだ。だから吸いたい人だったの。吸いたい人だったのかもしれない。だからかな。さあ、ということでね、こんなことばっかりやってらんないんです。ちょっとラグビーのワールドカップね、これはもうついにやっぱりお話聞いていかないとというふうに思うんですけども、これラグビーのワールドカップは、はい、畠山さん自身は出るの。まだ、そ、まあ、でも候補で今ないので、うん、まあ、現実ちょっと厳しい状況ではありますね。だけどやっぱり諦めずに目指しては、まあ、あの出たいなという気持ちはあります。いつ呼ばれてもいいように。なるほど、うん、年齢的にはもう高い方なんですか。いや、でもそんなことないです。あの、同い年でも行ってる人とか、うん、年上でも今候補に選ばれてる人いるんで。なるほどなるほど。年齢でこう弾かれてるわけではないわけではない、うん、とか。じゃあちょっとこれ楽しみですかね、出てほしい。いや、もう頑張ります、うん、本当に頑張って応援したいよな。やっぱりしたいです。我々もやっぱり、うん、アンバサダーとして。アンバサダーいただいたんですよ。アンバサダー。有吉さんはいただ嬉しいんですけど、ちょっと手島さん来られて上乳パパラッチやられると困る。ちょっとこうなんかこう雰囲気。なんでですか、これ元気出るでしょ。いや、元気は出ると思うんですけど、もう応援ソング一昔前のラグビー。一昔もない。デイナイトドリーマーLive on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer. さあ、だからまだちょっと聞いていかないといけませんけれども、キャッチコピーはどうですか。これいいですか、竹山さん。これラグビーワールドカップの公式キャッチコピー、4年に一度じゃない、うん、一生に一度だ。 Once in lifetime。 はあ、はあ、ちょっと長いね。まあ、そうですね、ちょっと長いね。前半部分ですね、有名なのはこの4年に一度じゃない、一生に一度だっていうのが結構よく使われるキャッチコピーですね。うん、ちょっとでも Once in lifetime、ここまでつけちゃったらダサいね。ここはちょっとね、あの、あんまり気にしないでいただいて。いいんだね。正式キャッチコピーはこうなのかもしれないですけど、まあ、前半部分だけで、まあ、上の句だけですね。なるほどなるほど、うん。9月からですか。9月からですね。日本はこれどうなんですか、強そうですか。いや、いろいろ言われてますね、うん。強いチームも何チームもあるので、うん、で前回2015年の時僕も出てましたけど、うん、やっぱこうベスト8行けなかったので、うん、そこ、まあ、まずこう、行くのが今の日本代表の目標なんですけど、そうだね、なかなかやっぱり対戦相手も厳しいので、うん、どうなんだろうっていう不安はありますよね、やっぱり、ね、確かにね、前回はね、本当にがっかりしたもんな。いや、あの、それまで勝てなくて、初めてその、2勝目、3勝目、4勝目ってこう、重ねた歴史的な大会ではあるから、そうですね。すごいことだったんでしょ。そうです、がっかりはさせて。優勝を期待してるからね、どうしても。そうですね。だからめちゃめちゃがっかりしたい。がっかりし
すいません。すいません。高いハードルをね。どうだったか。どうですか、今回はどこが一番セクシーなチームですか？セクシーセクシーで言うと、あんまり知らないのかもしれないですね。ラグビーのことを、もしかしたら。なんか、裸の祭りって勘違いされてるので。もともとそうですから。もうそういう意味で言うと、日本との一緒のグループじゃないんですけど、はい、やっぱフランス、イタリアなんかは、やっぱこう色男が多いんで、いや確かにそうだね、セクシーだとは思いますね。あ、確かにフランス、イタリアはちょっとセクシーっぽいね。セクシーはセクシーでしょうけど、でもスマートなんですかみんな。なんかでもガッシリしてますね。ガッシリしてる、身長が高くて、ああなんかいいガタイしてるって感じの。やっぱそうなんだ。あんまりスパッツじゃないんですよ彼ら。なんかブーメランパンツみたいなの履いてるんですよ。そう、短パンじゃなく、短パンの下、いや短パンの下の中にそのスパッツのようなものじゃなくて、こうブーメランパンツみたいなのを履いてる人が多くて、外国人の人って気にするんですね。なんか気にするみたいですね。で試合時間ってあれトータルでどれぐらいですか？あれ80分です。前半40分、後半40分。後半40分か、うん、そうするとだいぶ汗かくから。でもそれ相当あれでしょ、フェロモンとか出てくるんじゃないですか？フェロモンとかは出てくるんじゃないですか ね、 ね、うん、後半は、後半はそうですね、出てるでしょうね。うわ、うん、あのセクシーでどこまで広げるんですか？ラグビーをセクシーで広げすぎじゃないですか、ちょっと。セクシーワールドカップじゃないですか。そうですもんね。ラグビーワールドカップ。ラグビーのワールドカップですもんね。くしくも字面が全く文字数一緒なんですけど。似ちゃってるんですけど。そうそうそう。ラグビーとセクシー。随分ほったらかしにすると随分広がっちゃってたな。戻していかないとね。あれはボールの形は変えないですか？変えません。これ何回も言ってます。変えません。楕円なんですラグビーは。変わっちゃうとね。いや、もうちょっと俊敏な男たちならね、パッパッと追いつくだろうけど、やっぱり、はいはい、こう。ね、ちょっとのらりくらりというか、ぐどんな連中か。ぐどんな連中か。のらりくらりじゃないんです。だからボール持ってない時もなんかやることがあるんですよラグビーって。そのボール持ってる人をみんなでこう助けてあげるっていうのがもうラグビーの醍醐味なので。ボール持ってない時は本当に何してるんですかあれは。でボール持ってない時はいつでもこうもらえる状態にいなきゃいけないですよ。でラグビーは後ろにしかボールを投げれない、パスできないので、はいはい、ボール持ってる人よりも後ろで待機しなきゃいけないです、うんうんうん、前にいても何の役にも立たないです。常にボールが先頭にある状態で頑張ってるって感じ。なるほど、そうか。アメフトをやってみようと思うことはないんですか？ないですよ。全くないないですないです。アメフトを僕もこう見ますけど、やっぱあれバケモンですよ。あれあまた違うんですか？いや全然違うと思います。あ、そう。あんな一撃の重さ、あれとまたラグビーより重たいんじゃないですか。やっぱりでも洋服着てるからね、あいつはね。防具ね。洋服っていうとまだちょっとなんかニュアンスがちょっと違うな。そうか、でもなんかそういうあれはないんですか？ラグビーからアメフト移ったり、アメフトからラグビー来たりっていうことは。あ、なんかあの日本だと山田選手、うん、僕同期なんですけど、うん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 、山田っていうのがなんかアメフトもチャレンジしたり、うんうん、ラグビーもやったり。あ、そう。っていう方はありましたね。あと、アメフトの栗原さんってすごい有名な方もが、うんうんうん、ちょっとこう、ラグビーの7人制の方にちょっとチャレンジしたりとか、少なからずそういう交流というか、チャレンジしてる方はいますね。うん、でもやっぱ全然別物なんだね、それね。別物です。あ、うん、似てるようでちょっと違います。いや、そうなんだね。畠山さん質問です。はい、弟子の正彦。ラグビー中にポテトとバター醤油の粉を入れておけば、ラグビーボールの中にポテトとバター醤油の粉を入れておけば、うん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 、遊び終わった後美味しいポテトができて最高ですよ。最高ですよ。確かに80分遊び終わった後でも。いや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 、遊びに見えてますあれ。あ、必死でこうあのボール追いかけて必死で体ぶつけてるの遊びって見てるね。追いかけ回してるわけですからね。そうですか。休憩時間はどれくらいですか？なんか10分。10分でワールドカップとかだと12分とか、12分とかそれぐらいです。あ、その休憩中は何してるんですか？ご飯食べる。あ、食べるというか、こう、もぐもぐタイムはないんですか？みたいな、ありますよ。用意してるんですけど、やっぱみんな水飲んだり、次の向けての作戦会議したり、シャワー浴びたりして、こう、汗を流して、もう一回綺麗になるっていう人も、結構それぞれですね、なんか。あ、そうか、うん、やっぱりそうか、そう、セクシー、シャワー浴びちゃうよね。浴びたい、それは汗を脱ぐ。でも相手選手は、浴びなくていいよっていう人もいる。なんで相手選手が、なんで相手選手がこっち同じロッカールームしようとしてるんですよ。浴びなくていいよってやつは別々ですよ。ロッカールームは別々で休憩してるんです。そうなんですか。手島未来のラグビーは
ラグビーでも見るの好きです。あ、そう、はい、嬉しい。好きでしたよ、ずっと。好きでした。なんでどんな選手が好きだったとかある？チームとか。チームチームはないんですけど、うん、日本の人を見てました。あ、なんとなくだけど見てたってこと、うんうん、あ、なんか一回ちょっとラグビー選手が流行った時期があったんですよ、うんうん、誰ってわけじゃなくて、うんうん、その時見てましたけど。どうやらこういう太った男性は手島さん細身が好きなんですよね。そう、ああ同じぐらいの背丈で、うん、平尾さんね。じゃあ平尾監督ね。平尾監督だいぶ往年の方を出されてる。僕も知ってますけど、まあ、我々世代だから、ね、平尾か畠山から。いやその2人じゃない。平尾監督で、だって畠山さんはだってそっちじゃないもんね。後ろのあれする方だもんね。意地悪する方だもんね。意地悪する方じゃないよ。誰も意地悪してないです。大八木とかと一緒ですよね。大八木さんですね。僕が大八木っていうと本当語弊が。そうなんです、ね、俺らやっぱ平尾みたいにわーって走って点数決める人がいいんだよな。大八木とかみたいなヒゲの乱暴もあんまり好きじゃない。ヒゲの乱暴も乱暴もそうですね。ちょっと大柄でね、パワフルなプレーが特徴的でしたね。相変わらず人気はないですか。で誰ですか。僕ですか。その太った方々は。ああ、いや、だからどうなんですかね。いわゆる、まあ、いわゆる五郎丸さんね。はいはいはい、はい、同期の五郎はまあ人気ありますよね。でやっぱりバックスと言われるシュッとしてる選手を中心に人気はあります、うんうんうん、そうやね。で僕らみたいなガタイのが好きっていうやっぱちょっとマニアックな女性と、主に男性、うんうん、男性でよく好まれてる方は。そうか、あれモテそう、デブ戦な。はい、すいません。で僕の SNS の、 あのフォロワーは、うん、結構男性の方も多かったり。あ、そうか、そうそうだ、結構ガチムチ系ってやつね。そうです。ああ、それはあるのか。ありがたいですけどね。マスコットっぽいですもんね。マスコットっぽい、うん、ね、マスコットっぽいですか、うん。ラジオネームすぎすぎ畠山さん質問です。はい、畠山さんは昨年、はい、竹野内豊さんに抱かれたいとおっしゃっていましたが、違う、それ手島さんに来たんです。今年抱かれたい男性有名人いますか。ちょっと男性有名人、はい、これ僕の記憶だと手島さんに来たハガキがなぜか周りまで僕に来たんです。あ、そうなんでしたっけ。そうですよ、有吉さんが。いや、なんか手島を押しのけて答えてくれた。ちょっと僕若手芸人さんみたいなのしてないですよ。ちょっと僕に行かせてくださいみたいな。僕あるんですよって、あるんですよとか言わないです。出しゃばられちゃう。出しゃばって男性芸能人。ええ、男性芸能人、手島さんから聞くか。手島さん今気になってる。普通に、え、私かっこいい、ああいう人いいなっていう。あと真剣佑さんがいいです。ああ、あなた真剣佑、あの透き通った本当に整った人顔ね。はい、あ、抱かれるならね。じゃあもう今このブースにいるの地獄だろう。だから、まあ、そうです、あんま目合わせてないですし。すいません、失礼 な, なんかすいません、失礼なこと言われるけど本当に。さあ、畠山さん、なんで満を持してるんですか。あなた真剣佑の時、うんうんってなってたから。いいなっていう感じ。分かるですよ。男性芸能人ですか。今完全にそれっぽかった。女芸じゃないですよ。そこで見てないんだよな、男性芸能人みたいな。でももしそう抱かれるなら、どう抱かれたいかですよ。だから優しく抱かれ、本当にあのお姫様として扱われたいか、もう本当に獣のように扱われたいか。だから僕がこう抱かれに行くって受け身だったと思うので、うん、僕が抱きに行くっていう意味で言うと、今パッと思いついたのは、うん、アルピーの酒井さん。僕もあの有吉ベッツなんかも見させていただいてて、やっぱこう常にこういじられてるイメージがあるので、僕からこう行くなら僕からも行ってやろうっていう感じですかね。でも お姫様みたいに扱われるとしたら、お姫様みたいなやつかな。ってことは僕よりやっぱガタイがいい人になる。がいい、やっぱり。なるしもらえたんだしね。そうなると、やっぱ佐々木健介ですかね。あれぐらいの力あれば、僕らで軽々でしょ。健介つながる。お姫様扱いされたら。なんかしてくれそうじゃないですか。あんだけ優しいんですから。優しい。くしくも同じ名前ですし。ね、そうなんですよ、よく同じ名前で呼び合ってる。そうそうそう。ああ、そうか、いつもそんなこと考えてるんですか。考えてません。考えてないんです。今振られたからです。ケンスケさんいいなって。面白いね。手島さんはどうされたいの。結構お姫様扱いされたいのか、それともちょっと乱暴に乱暴っていうか、なんかね、ちょっと荒々しく。私はでも割とどっちでも大丈夫です。どっちでも大丈夫。あの人によって合わせ、ね、
はい、でも今までは荒々しくやられてきたでしょ、どうせ。いい、私は強く、もう、潰れるぐらい握られちゃったりしたんじゃないどんな男と付き合ってたんだよ。いい違いも全然お姫様好きな人のね、噛んでたガムをずっと宝物で持ってるような人だから。いや、あれは、それは本当に事故。事故事故。忘れ、もう本当ラジオの小さな巨人。メスゴリラの方に質問ですけども、誰ですか？ラグビーボールと間違えて右乳を引きちぎられた場合はファールですか？右乳ガーンってもうちぎられたら、これは反則になるのかな？反則ですよ。何だよ。何の反則なんだよ。何の反則？もともとなんでルールやってるの？ラジオネーム3本の指が入る。畠山さん質問です。はい、スクラム中に指を入れてしまった。お尻に。もしか入れられてしまったと経験ございますか、うん、もしある場合何本入りましたか参考までに教えてください。参考までにね。ぐっと押してるもんね、押してるんですけど、何遍も言ってるんですけど、あの、入る状態にないんですよ。僕らは、あの、見せましたよね、さっき。短パン履いてるんですよ。短パン履いてて、中にパンツ履いたり、スパッツ履いてる方もいて、こう二重になってるので、まず入る状態じゃないんですよ。ないのか。でも、押してくる人はいない。そうです。ズボンの上から。ズボンの上から。押してきてる人は、その、押してやろうと思って、その、やってるわけで、入れてやろうとして押してるわけじゃないですよ。そんな余裕な人はいないんですよ、一人も。そうそう。どう見てんのかな、ラグビー。でも、どさくさに紛れてっていうのあるじゃない。なんか、通勤ラッシュで混んでるから地下やっちゃえっていうやつもいるじゃない。そういう意味では、そのスクラムで、ね、密集してるから入れてしまう。どさくさに紛れてるんですか。そいつも絶対メンバー入れないでしょ。入れないでしょ。そんなハプニングばっか起こしてたら。そんなハプニングばっか起こしてたら、もうダメ、これダメだってなるでしょ、監督も。ダメだってなるんだ。なるでしょ。ね、ダメになりますよ。試合になんねえわ、これ。やめろやめろってなる。ちなみに、手島さんは何本入るか教えてにゃんだって。やだ。さあ、ということでね、もう1時間経過が、しようとしておりますけども、まだね、お二人にはね、この後も、あの、引き続きお付き合いしていただくということで、まだラグビーのことも全然魅力伝わってないですね。すいません、僕の。全然謝る必要ないです。そうですか。分からずですか、ただ。何にも知らないな、俺だって。ラジオネーム、ダダダダ、FM 福井、ハミチチパパラッチ感動しました。作詞は松本隆先生ですかね。違います。違います。新規要素です。ラジオネーム、カニ太郎でござる、FM 石川。手島、はい、この歌最高じゃねえか。お今年の紅白の鳥は手島だなって。よっついに来た。ラジオネーム、ミルク紙コップ FM 石川。手島さん、いい曲ですね。もしかして LA でレコーディングしましたか誰だと思ってるめちゃめちゃでも評判いいですね。好評です。よかったですね。うん。一本もラグビー見に行きますっていうようなやつはゼロですよ。全然持ってかれてるじゃないですか。ファミリッシュパパラッチに。ラジオネームアフロ宅急便。畠山さん質問です。はい。勃起したチンコでラグビーボールを触ったらペナルティ取られるんでしょうか。これはペナルティにはならないですけど、そいつには二度とパスは回ってこないから。ペナルティではないですよね。そうか。うん。厳しいんだね、結構ね。厳しい。チーム内のいじめというか。いじめはないですよ。その、勃起したチンコでボール触ったらもうあいつにはパスやるなよっていう。いや、だからその仲間同士で勃起してるやつ見たら、いじめみたいな状態にはなっちゃうから、あいつやべえ、勃起してるぞってなるでしょ。じゃないよ。悪くはないでしょ、手島さん、そういう選手がいてもね。ね。うん、悪くないです。全然。やっぱなかなかタレントでもスタジオでチンコ立ててる男いないなと思うけど、僕ぐらいです。いたんですね。ひな壇時代でしょ。ひな壇時代。ひな壇時代ちょくちょくチンポ立ててやってる。なんで殺すのよ。一部の地域の方この時間で終わりから。また来週もお相手有吉と。デンジャラス安田と畠山と手島優でした。はい。聞ける方引き続きよろしくお願いします。です。今夜のアシスタントはデンジラス安田です。東京ハンザム JFN スタジオから生放送でございます。サンデーナイトドリーマー、今日はゲストお二人お越しいただいております、
クソ豚ゴリラ、クソ豚ゴリラじゃないですか、クソヒゲです、クソヒゲクソヒゲゴリラ畠山健介さん、はい、よろしくお願いします、はい、ちなみに今一番抱かれたい男は佐々木健介さん、はい、お姫様扱いされてるそして爆乳戦隊パイレット手島ゆうさんでいいですか、はい、手島ゆうですよ、手島ゆうさん、はい、いいんですよなんですハミチチパパラッチを引っ下げて、はい、引っ下げで新曲でやってまいりました。まだでどこにもこれでも配信もされてないわけでしょ。そうです、あそうです、今日のラジオだから YouTube とかで違法で配信するやつがあそこから引っ張られていくんじゃない今日。ダメですよ。でもそうなるよ多分、違法アップロードばっかりだもんだってラジオそんな孫で言います？ダメだな。バンバン持っていかれると思う。あ、でも、あの、最後のあの、美味しいところは、うん、あの流れてないんで、やっぱ聞きたくなっちゃうと思う。なるほど。もっと。じゃあ、よし。はい。よし。早く配信しないからよ。いや、それこっちが聞きたいですよ。事務所がなんでこんな1年も温めてるのかわかんないですね。配信するだけだったら別にそんなお金かかんないんじゃないのだって。多分な、需要のなんか。需要ないんだと思うよ。だって実質何人いるのファン。え、わかん、え、6人ぐらいじゃない？6人ガチファンは6人ぐらい、6人じゃ無理ないでしょ、6人が拡散すればもうちょっといますかね、いますよ、いますよ、これ来てるラジオの天野 FM 岡山、手島優さん、アーティストとしてオリコンミュージックストアにちゃんとページ作成されておりました。え、中身見てみましょう、はい、手島優のアルバム現在対象楽曲ございません、手島優のシングル現在対象楽曲ございません、手島優のハイレゾ現在対象楽曲ございません、手島優ビデオクリップ現在対象楽曲ございません、その他のコンテンツ現在対象楽曲ございません。嘘でしょ、なんだこれ、おい、え、嘘、そうそうそう、なんかしらあるでしょうよ、ないんだって、いっぱい出してんのに、オリコンミュージックストアにはゼロだって、全然ない、オリコンミュージックストアにないだけでしょ、なんかあるだろ、大手だから、あ、なんかある、違うサイト探せよ、いや、ファン6人じゃなかなか厳しいですよね、あるラグビーはもうちょっとファンいますよね、6人ぐらいってことはないですよね、いや6人ってことはないですね、ないですけど、ま、もっともっと増やしていかないと、そうですよね、とりあえずどうしたらいいんですかね、でもね本当わかんないね、東京オリンピックの後の日本の景気も怖いじゃない、うん、そうですね、そう思うとラグビーの人気もそうよね、本当おっしゃる通りです、だからもう一過性にしちゃいけないなっていう不安だけは僕はずっと忘れてますね、畠山さんはそのゆくゆくね、はい、まあ、もうちょっと年齢重ねて引退ね、はい、する日が来るじゃない、はいはい、そうしてもやっぱりラグビーに関わっていきたいというふうに思ってるんですか、うん、できる限り、うん、やっぱここまで僕を育ててくれたスポーツなので、うん、何かしら恩返しというか、なるほど、でもやっぱり結局ラグビーの中で何か言っても、うん、ラグビーの好きな人にしか届かないので、うん、これ広げる意味ではやっぱりラグビー知らないところにやっぱ自分が出ていって、うん、何かしらこうやらないといけないのかなと思うんですよ、ね、確かにそのアナルを広げたりね、その女性器を広げる機械のほら、うん、クスコってあるけど、うん、クスコみたいな存在になっていかないってダメかもしれない、ラグビー界のクスコとして、ラグビー界のクスコとして、クソヒゲゴリラのためクスコとして、もうちょっとクスコ女の子みたいに急にマニアックな道具を、畠山クスコ、僕の SNS がどんどんなんか危ないものになってくる、公式マークも取られクスコマーク、クスコマーク見たことない、何をクスコマークって、そうですよね、人気出ないとね、もっと ねサッカーはうまいことやったよね、いやすごいすごいです、ね、やっぱり、ね、うん、バスケも頑張ってるね、バスケも頑張ってますね、うんうん、だからお手本になるスポーツはいっぱいあると思うんですよね、確かになんかあの学生の時にやってたスポーツだからっていうので、うん、バスケとかそういうの、うんうん、サッカーとかの方が、うん、広まり早いのありますよね、ラグビーって、ラグビーも学生時代みんなやってたの、え、授業中ですよ、あ、授業な、はい、授業ではさすがにやんないけどラグビーってやっぱねこう危ないスポーツっていうか、あるね、アブノーマルの人がやってるイメージある、確かにそうアブノーマルアブノーマルなんですね全然話伝わらない、ね、伝わらない、ラグビーやっぱ知らないんだ、確かにボディーコンタクトがすごいあるからね、そうなんですよ、ついついね、危ないでしょって言われて、いやいやでも楽しいスポーツなんですよっていうロジカルは通用しないと思うんですよね、だやる人じゃなくてやっぱ見る人とかサポートする人を僕増やさないとダメだなと思って、B リーグだよね、バスケはね、バスケは B リーグですね、いろんなことありましたけどね、バスケットも、そうだね、うん、それでもまたグッと人気出てるし、そうですね、バレーもずっとまあ人気はあるか、うーん、
ん、あとなんか、うん、なんか V リーグ新しいリーグの中スタートしたって言ってますしね、うんうんうん、2020年の東京五輪以降 の日本のスポーツ界どうなっていくかってことですよね。ちょっといろいろだから頑張ってもらわないと、うん、安田さんにもね、うん、私もですか、うんうん、子供たちを見させるようにしないと。あ、まあそうですね、うん、ラグビーを見させるようにとか、うん、なかなか。手島さん、グラビアからどうですか。何かちょっとやっぱほらアイドルグループが多いじゃない、はいはい、アイドルグループに大体やられてるじゃない今グラビアのページも全て、はいはい、あんまりスーパースターのグラビアアイドル出てこないじゃない、うん、最近そういえば聞かない。そうなんですよ、もう本当ね廃れ切ってますよグラビア界。今ちょっとなアイドルの方が人気あるから、はい、おかげさまで仕事もだから減ってるわけですよ、まあそのね、うん、アイドルさんのせいにするわけじゃないですよ、うん、グラビア界の努力が足らなかったってのはありますけど、そうだな、そんなに持ってくっていうのはあります、うん、だ服着てる人がこう水着になったらわってなるじゃないですか。いやそういうことだね、そういうことだね。そうね、だちょそんな可愛くなくたって服着てて水着になったらまあ売れるっていうこともあるじゃないですか。だからこれ今後ね、だから手島さんもいつかグラビア卒業する日が来るかもしれないけど、うん、やっぱ関わっていきたいグラビア界。もちろんレジェンドって言われてますから。同じスタンスで同じスタンス、同じような感じするのか、同じスタンス、広めていきたいと思います。同じスタンス、そうなんです、うん、グラビアとラグビー同じスタンス広めていきたい。露出が広まってる、ちょっとダブレッツ。Stay Night Dreamer Live on air。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。やっぱでもラグビーに興味持ってくれてる人はいっぱいいるみたいで、はい、本当ですか。まあ、素人ながら本当に、はいはいはい、ラジオネームエスロー、現役ラガーマン畠山選手、質問でございます、はい、トライの快感と射精の快感の違い教えてください。違い、どちらの方が気持ちいいでしょうかね。どっちの、この回答によっては自分もラグビー始めようと思います。興味は持ってるんですよね。始めてくれるのかな。ですよ、トライは決めたことあるんですか。ありますね。何回さ、いっぱいじゃないですかね。何回かあります、ね、ゴールキーパーがシュートを決めるぐらいの感じ。いや、そこまでレアじゃないですか。レアじゃないんだ。そこまでたまたまもトライってありますもんね。スクラムしたまま。そうそうそう。ああ、そうかそうか。それでも後ろの8番の選手が抑えるんで、うん、で8番の選手のトライでもないですよね。なんかスクラムトライって。あ、またちぎる。なんかそのみんなのトライなんです。あれさ、スクラム組んで、はいはい、真ん中にボール入れるでしょ誰かが。はいはいはい。ほんであれ何してんの。だからラグビーって常にボールを取り合うシチュエーションを作ってあげるスポーツなんですよ。いつでも取り合っていいよ。でスクラムもちゃんとこう真ん中に入れて、はい、押し合ってくださいどうぞなんです、うん、で押し勝ったら別にその相手ボールでも取っていいんですよ。でそれをいや押し合ってます。あれ押して真ん中にボールがあるやつ、あれ何してんの。足で真ん中の人コントロールしてる。そう、足で書いてます、こっちに。あ、足で書いてだ、うん、フックするって足をフッカーって言うんですけど、真ん中の2番の人は2番の人が足でこうボールをかいてフックしてボールを後ろにやるっていう。でそのかいてると片足になるんで、その瞬間にディフェンス側はこうグッと押して、あ、なるほどなるほど、押そうとするのをみんなで耐える。なるほどね。そう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 。あれが全然意味わからなくて、ね、いつも見てても、はいはいはい、はい、よく言われます。そうだね。なので本当気にしなくていいです。あんまり気にしなくていい。そういうのをこう一個一個もう取り出しけちゃうとなんかもう分かんない。確かにね。そうそう、なんか大体で、まあだって本当にこの前南アフリカでしたっけ、はいはい、に勝った試合とかよく分かんないけど感動したもんね。確かに。いや、そういうのでいいと思うんですよ、ね、うん、なんかやっぱり、うん、見た。いや、それは見てない。あ、見てない、うん、あの試合が一番いいのよ。うーん、あの試合ぐらいでしょ。で、そんな感動は感動は、そうですね、まあまあ感動は、一番感動した本当に。あ、本当ですか。嬉しいです。出てたでしょ。出てました出てました。出てたのよ。すごいよね。そう、出てましたよね。そうそう、僕さ最初先発だったんで。日本の方ですよね。そう、日本の方ですよね。そうそうそう。僕今回南アフリカ出たからなんで来たと思うんだよね。そんな自由じゃない。で結局どうだから、トライと射精、あ、それまで続いてたんですね。
まだ答えてないから。いや、気持ち良さで言ったら、それは射精には勝てないです。勝てない。いやいやいや、射精とトライ、まあそうか。トライやって恍惚な表情浮かべてるやついないじゃないですか。射精は感動しないもんね、そんなに。ああ、でも初めてやっぱした時は、感動したの。中学生ぐらいの。初めて真っ白になりましたね。自分で一緒にしたけど、初めてした時、やっぱ川で包んじゃったもんね、思わず。ああ、わかりそうだみたいな感じで。で、川の中に、あなたもホタルイカみたいになってタップタップしちゃってさ、チンコを買わない。そんな、そんな目に向いてこっちに伝えないでくださいよ。いや、わかんないよ。わかんないか、うん、わかんなかったけど。ラジオのショッピー。握力が強い畠山さん、質問です。はい。オナニーの時、チンコを握りつぶしてしまうことないですか？うん。興奮してね。まあ、まあ、たまにその、ガッ、グッとね。ガッとたまにありますけど、握りつぶすほどじゃないですね。あれ、グッとやらなくて、あれ、治療の原因になるってね。あ、そうなんですか。あんまり強い手でやってると、やっぱ女性の膣力に比べて、やっぱ握力が強いから、なるほど、なるほど。どんどん治療になるってよ。気をつけてください。あ、そうなんですね。ちょっとじゃあ次から強く握りしめてやろうかな。僕そろなんで、そろなの気味なので、そろなのか。治療に憧れてる部分だし、そろだし、いいとこないですよね。肥満だし、肥満は違います。まあまあ肥満って言われるじゃないです。がっちりしてるんですから。肥満なの？肥満じゃないですね。こう、手島さん逆にないの、そういうの。男性のおちんちん興奮、久々だからってグーッと握りつぶしてしまうようなことは。握りつぶすことは強いな。水泳やっててからな、力が。まあそうですね、握力はすごい強めで。そういうのない。まあ、うん、はいはいはい。ね、ラジオネーム老いぼれ二等兵、手こきゆうさん。前回、はい、前回出た時に包茎、はい、は向きがいがあるとおっしゃっていました、はい、この1年で何回か向かれましたか、うん、いやマジで本当に本当にないんですよ。向いてない。本当に向いてない。向いてない。寂しいね、それね。やばすぎてね。さっきも言ってた。さっき好きな人はいるみたいな話はチラッとしてたんですよ。いない。そう、だから。向けてないですよね、その好きな人のは。そう、だから手も繋いでない。ちょっとね、8年ぶりぐらいに自分からいいなって思った男性がいたんですけど、まだ手も繋いでないんで、そういうのはちょっとまだないんですけど。やっぱでもちょうど自分年齢もあったりするからさ、ついつい億劫になるんだろう。言わないとダメよ、しっかり。でもね、なんか真ん中に入った友達にぐちゃぐちゃにされたんですよ。どこ？心ね。心の方。全部そうっすね。ダメ、もうぐちゃぐちゃだ。どこが？心。言われるよ。何回言ったって言われるよ。ダメだ、二度と言わない。ダメだ、おかしいんだ。ラジオショッピー。手島さん、女性用風俗興味ありませんか？あ、ある！ある？はい。うちの後輩でよく行ってるやつがいるのよ。うん、全国ツアー行ったりとか、うん、女性用風俗、うん。そう、なんか、私の友達の友達が呼んだって言ってて、めちゃくちゃいいらしいんですよ。うん。でもそう思いました。でもなんか、もし呼んで、手島ってバレるとするじゃないですか。やっぱダサくないですか？私って。あー、そうかな。手島だったよって言った時。ああ、言うだろうな。言いますよね。だからさ、風俗じゃなくてさ、普通の出張マッサージを呼んでさ、うん、それで、お願いしてみたら。ダメなの。ね、見た、ね、テレビ見てる見てるけど、ね、忙しいから見てないのかな。そういう方法は。今ね。まあ、見てないのかもしれない、ね。普通のマッサージ呼んで、その人に性的サービスをお願いしてみたらダメなの。ダメなの。ダメなの。ね、悟すよりね。悟すよりと。保育園の先生みたいな。ラジオネーム、ロンより証拠の大ライス。畠山選手は、はい、試合後にクールダウンでマッサージ受けると思いますけれども、はい、その際、いつもの癖で本番強要しませんか？おー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 、来たな、来たな、やべえやつな。しかも、ロンより証拠の大ライスさんは、あの、一緒のゲスナーの深にいたはずですよ、ね。いたのいたはずですよ。いいんだな。そっちがその気ならこっちだって言ってやるの。そっちの素性力に訴えてる。そっちの素性を覗いてくれますよ、その方。いいんだな。はい、うん。ロンより証拠の大ライスさん、何でも手出してやめなさいよ、本当に。いいんだな。いいんだ、いいんじゃないですか。なるほどね。これいっとこうか、一枚。ケツ出しエッフェル塔。無敵から毎年のようにオファー来てると思います。一体いくら積めばデビューしてくれるんですか？いつまで待たせるんですか？僕はクソヒゲゴリラが自慢の包茎で女優の顔を包むというウツボカズラプレイが早く見たい。いや俺だったんだ。今そっと手どっちっていう手島さんに俺そっと
手島さんですよ、ね、ってアクションしてたら手島さんですからねっていう感じのウツボカズレアプレタチンコの画面だから去年も言いましたけど僕はジョナファルコのサイズ感がないんですよそんな虚婚ではないんだドアノブは包めないその単小方形タイプなのでそうだ水のペットボトルのキャップぐらいは包めるかなこれぐらい入るかもしれないどうだろう厳しいラグビー普及しないよこんなやつが会長やってるめちゃめちゃ笑っちゃうじゃんねえじゃねえキャバクラのお姉さんじゃないんだからすいませんすいませんえ、行きますかコーナーをねちょっと上がるやっときますか、はい、手島さんどういう時にちょっとなんかうわいいな男のあんな感じ上がるわっていうのあります？ないですかあんまりそういう仕草とかは仕草はなんかちょっとギャップと、うん、あと男性の瞬きしてる姿すごい好きなんですよ人をみんな瞬きするんですけどおーおーおーなんか瞬きしてる姿ってなんか可愛らしいんですよ。それで見てて、ずっと見てて上がるって思ったことあるんですか。なかなかいいですよ。ラジオネームクレイジークレイジー。ホラン千秋がレギュラーを務める情報番組にコメンテーターとして出演をした俺。今日のテーマは人に言えない包茎事情。出演者がそれぞれコメントしていく中、ホラン千秋は、いや、私、にわかなんですけど、包茎って臭いし、不潔だし、みっともないし、男として最悪だと思います。と発言。頭に来た俺は、にわかを盾に好きかって言ってんじゃねえぞ。ちゃんと自分の目で見て判断しやがれ。と、ズボンを下ろして、包茎チンコをホラン千秋に見せつけ、まじまじと見つめられた後、いやー、大体合ってるじゃん。と突っ込まれたよ。それで上がる上がるんだねまあホランチうわな、うん、最終的にホランチヤギにチンコ見せつけたいなって思いありますよねそれね、うん、そうありますよね乗っちゃダメだよにわかをね語ってる人には一回見せてやってそうだよ包茎にわかなんだからそう黙らしなきゃダメそうなのあるの本当にホランとか顔小さいから包めるんじゃないかなうつぼかずらっぽいまずキャップから練習していかないと、ね、そうですもんね。レジェンド3ジビエをジビエを食い散らかしている栗山千明様が急に箸を置いて挑発的な流し目でお前の陰茎は一体どんな味がするんだろうねとおっしゃられたのですぐさま陰茎を切り落として献上した俺千秋様は俺の陰茎をトングで掴んでピラニアの水槽に放り込みあっという間に食い尽くされた陰茎を見てどうやら毒はなさそうねもう一本ちょうだいとおねだりしてきたのでツルンツルンの股間を指差しながらもうないっすよと精一杯お茶だけうー上がる上がる上がるの上がるのどうの目線で上がるんですかいや栗山千秋ちゃんが、うん、どう栗山千秋ちゃんがでもチンポ食べたいって言ったらでも差し出すかもね。もうやむを得ないですよね。それに関しては。あの目で会長、はい、乗っちゃダメよ会長。いやでも栗山千秋さんにいやちょうだいって言ってるんですから。そうだよ。そうなんですけど。栗さん。栗さん。栗さんって同じ千秋でね。ホラン千秋と違います。そんな言うなそんなこと。あったことないですけど、ね。ホランにやっぱあの差し出したくないもん。ああそうなの。栗山千秋ちゃんだったらやっぱいいな。食べてくださいって言うかもしれないそうなんだ、ラジオネームお皿回しシャワーヘッドが壊れたのでネットで探しているとワインをしこたま飲んだ誰逃れ明美の朝一の尿圧と普段通りの川口春奈の尿圧を発見した俺小一時間悩み普段通りの川口春奈の尿圧を購入しかしその小雨のような尿圧に後悔しながらもギンギン勃起した尿圧って尿圧って何すか何だ尿圧って海外行ったらねシャワーの水圧弱いなってあるけどそういうことじゃないですかこれあげとこう川口春奈好きだよねよく出ますよ、ね、俺も好きなのよ有吉さんがまず好きだよね尿圧かいやちょっと言ったんだよスネイナイトドリーマーライブオンエア
さあ本日のゲストは、クソヒゲゴリラとパイレットでございます。名前言ってくんないよね。クデーンだけっていうラジオネーム爆弾低気圧。パイレットさん、はい、質問です、はい、グラビア撮影の際に、はい、スタッフ、はい、カメラマンが勃起していたことありますか、はい、発見した場合どうしますか。ありますね。あるんだ。嬉しかったです。こう気持ちが乗ってきて立っちゃうんだ。はい、嬉しい。やっぱり嬉しい。だってこっちはそういうために頑張ってるんで、まあね、っていう。カメラマン、はい、アシスカメラマン、カメラマンさんもありましたし、うん、アシスタントさんが思わずっていう。アシスタントさんは結構多いですよ。あ、そう。やっぱちょっと若い人だし、なんかこうちょっと私のグラビアを見てくれてた世代の人とかがアシスタントについてくれてると、これなんつって、あ、そうだなんつって、あらっつって。はあ。この間も いらっしゃったんで、そういうアシスタントさんが、うん、興奮してんの、興奮してんの聞いた、聞いてみます。怖いって言ってました。怖い。 いい現場だなそれな。あれグラビアの撮影ってさ、うん、出てる、もう出てもあんまり気にしない、上も下も。いいですね。私は気にしないですね。ああ、おちち出てても普通に。はい。やっぱそうなんだな。え、おちんちん？おちち。あ、おちちか。おちちも下も。はい。下もだってあんだけ小さい水着で大股開きしてはしゃいでりゃ出るじゃない。そう、ちょっと横。うん。横がちょっと出たりとか。出ますね。金玉の部分、男でいう金玉の部分が出るじゃん。はい。あれ気にしないあんまり。私は全然気にしないです。あ、そうなんだ。そんな気にしてたらいいポーズ取れないんですよ、やっぱ。やっぱそうか。うん。そんなことで、あとドキドキする現場の人割といないんですよ、実は。それぐらいで、金玉の、金玉出たぐらいで。はい。うん、あ、そうか。それはそう、興奮してもらえないんですよ。俺も結構裸芸人で、裸結構いろんな人の前で裸になったことあるけど、はい、ちょっとでも女性、ちょっとやっぱり、順としてる顔してた人もいっぱいいたけどね。いないでしょ。いないかな。安めぐみちゃんとか。しない。やめてくださいよ。安めぐみちゃんしてないよ。くおちんちん出せるけどね。してない、してない。だとしても。言っちゃダメでしょ。よくやって、内村さんの奥さんの前でもね、よくおちんちん出してたし。ね、東さんの奥さんの前でもよくおちんちん出してたしね。結構いろんな人のおちんちん見てる。ちんちん見て順番しないでしょ。確かにそんなあんまり気にしなかった、俺も。金玉見られても。うん。いや、それそうだろ。出して笑かそうとしてたから。仕事です、仕事ですから。失礼なこと言わないです。畠山さん、そういう仕事ないですか、グラビア系の。ないです、ないです。グラビア系ないです。ない。ありそうで、でもなんか、昔ほら、なんかサッカーのワールドカップの時、お金がないからって、なんかどっかの外国のチームでヌードカレンダー出したりとか、はい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 。お金集めあるじゃないですか。うん、ないですね。なんかラグビー界では、なんかそういうポスター、あったりはしましたけど、僕はやってないですね。やってない。うん。僕が、そう、見られたらやっぱ恥ずかしいですよね。恥ずかしい。やっぱ包茎ですし。サイズもちっちゃいし、そこはモザイクかけるから。モザイクっていうか、いや、アシスタント見てるわけじゃないですか。あ、そう、恥ずかしい。休憩ですみたいな時に見られるわけじゃないですか。そう、すっげー恥ずかしい。僕は思っちゃいますね。やっぱそうか、シャイなんだな、やっぱな。ちょっとシャイですね、やっぱり。少女だね、少女ヒゲゴリラだね。少女ヒゲゴリラ。もうだからどん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 クスコあたりがどんどんおかしい方向に行く。竹山クスコ。ラグビー、クスコ、ラグビー、ラグビーの入り口を広げる。あ、そうですね、そうです、はい、クスコとして。言っちゃダメだって、それは絶対変な形で広まってますよ、今のとこ。曲、絶対、はい、曲、じゃあ曲いきましょうか、ね、この流れで曲、やっぱこの曲がいいということで、手島さん曲紹介の方お願いします。え、何何何、はい、どれですか。こちらでございます。じゃあ私、あ、じゃあ紹介してください。こちらの手島さんがお願いします。はい、バカニュー戦隊パイレンジャーで、バカニュー戦隊パイレンジャー。バカニュー戦隊パイレンジャー参上。パイパイパパパイパイレンジャー、パイパイパパパイパイレンジャー、パイパイパパパイ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 Using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com
twitch.tv/dreamer Stay Night Dreamer。さあ、東京ハンズオブ JFN スタジオから有吉弘行とデンジャラス安田がお送りしております。はい、ゲストもお越しくださっております。はい、ヒゲとボインですね。ヒゲとボイン略称どん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 略されていく。いや、熊田陽子と同期同級生、同い年ですね。まあ熊田さんの方が先輩ですけど、あ、同い年。なんか幸せそうじゃん熊田は。子供産んじゃダイエットしてグラビアやって、子供産んじゃグラビアやってっていう。本当なんだろうな。いや、だからやっぱ熊田に喧嘩売らぐらいしないとダメなんじゃない。熊田さんに喧嘩売るんですか。 お前熊田殺すって今日。なんで殺さないといけないんですか。まあ、プロレスのヒール的な感じでね。そうしたらやっぱり話題を盛り上げてもらわないとね。ちょっとそうですね。ラジオにたこ焼き、熱海のたこ焼きマントマン畠山さん、僕は県内では有名なラグビー部がある高校出身ですが、はいはい、ラグビー部のやつは大抵ヘルニア持ちで手術をしていました。はい、実際ラグビーやってる人の何パーセントぐらいヘルニア持ちでしょうか。多い。僕も首のヘルニアですからね。やっぱり。その症状が出てないだけで、はあ、やっぱスクラムってこう前で組むとどうしても首にこうなんですか、圧力がかかるんで、で本当ワールドカップの2015年のワールドカップ前に僕首のヘルニアが出ちゃって、で左こう筋肉落ち、あ、そう、ちょっと力入らなくて落ちちゃって、ちょっと休んだ時期があった。あ、そう。みんなそんなんですよ。やっぱラグビー選手ある程度やってると。やっぱスポーツ選手はまあ何でもそうだね。やっぱりね。絶対どっか痛めてますよ。ああ。いやー、かわいそうだな。惨めだな。惨め。違う違う、頑張ってる。惨め、ね、頑張ってる。惨めじゃないですよ。強がってるけど。痛い。はい、痛いです。今は痛くないです。痛い、今大丈夫。あ、それは勲章的なことがあるわけでしょ。そうそうそう。そういうのね、やってきたからっていう。そうそうそう。かわいそうだと思わない。でもな、うん、かわいそう、腰痛いんだよ。なんでそんな哀れむんですか。頑張ってるんですよ、スポーツで。多くの人に感動を与えてるわけですよ。まあ、なるべくね、まあ、怪我だけはないようにね、うん、そうですね、あ、そのしてほしいね、うん、ラジオネーム喉が渇いてるシール、うん、FM 長野、畠山さん、足でボールをかくのと、はい、足でマスをかくのどっちが気持ちいいですか。答えによっては僕もラグビーを始める。全然私でも。多いね、そういうの。そう、動機不純すぎてさ。やってやろうか、みたいな。足こき的なことですか。足こきかな、足こきって言うんですかね。そうですよね。ラグビー界でそういうんですか。いや、言わないですよ。そう、世間一般じゃないですか。足でマス描くのやんないか。やんないですよ。ああ。自分でできないでしょ。そうだね。そんな柔らかくないと思います。お腹がつっかえちゃうね、太ってるから。そう、それは僕体験で言うとそうですけど、もっと細いやつもいますから。そうか。五郎丸さんはできそうか。五郎丸さんはできそうですけど、やらないでしょうね。あいつは。だってやらないです、ね、うん、僕以上にまともですから、あいつは。あ、そうだね。畠山さん、どこだ、早稲田だっけ。そうそうそう、早稲田です。早稲田だぜ。ねえ。高学歴。いやいや。高学歴なんですね。いやいや、全然全然。だからか。高学歴、大包茎。大包茎は何なんですか。大は何ですか。勉強もした。いや、でもやっぱり普通に卒業しましたからね。あ、そうか。よね、だから言うことまともな。いや、まともじゃないでしょ。原始人みたいなのね。勉強できねえ、ちゃんと原始人みたいな。原始人なのに勉強できてすごいよね。いやいや、全然、いや、勉強あれ、これどういう方向性。勉強できる原始人ってすごいじゃない。だって、いやいや、生活力もあるし、頭もいいしな、うんうん、子供もいて、すごい、子供もいてね。勉強できる。ダンボーラーの鏡だね。全然原始人じゃないじゃないですか。あ、行きますか。ラジオネームトースコゾー FM 岩手。これ俺も悩み分かんないんだよな。畠山選手、はい、試合中にクスコ使うのは反則になりますか。これはね、反則です。明らかに狂気でしょ。あれはクスコだってみんな分かんないけど、ちょっと鉄製の何かだっていう狂気って、まあ、みんな認識すると思うんですよ。そうかそうの時点でも反則ですよね。あ、うん、あのレフリーがピーってやってるのあれクスコだ。違います、ホイッスル。ホイッスル、ホイッスル。似てますけどね、なんかちっちゃく色のね、色の感じとかちょっとちっちゃくした感じとか、ね、じ似てますけど、色器具だから音鳴らないです、クスコは。あ、そう、ふぉーってなるわけです。アフロ宅配便。畠山さんは、はいはい、ラグビーやサッ
ラグビーはサッカーや野球に比べて試合に出る人数が多い、うんうん、グラウンドの中に人が、うんうん、だからグラウンドの端の方でこっそりしこったりしたことありますか？まあ学生とかの時代含めてね。いや含めてもないです。見られてるんですよ。一応それなりの人数に。で端っこでこっそり女にしてたらそれはそれで誰かが見てるわけで、あいつ何やってんだみたいな、立ち止まってるぞみたいな、仕込んでるぞあいつみたいな、なっちゃうんですよね。どんな状況下なんですかそれ。ダメ、学生時代だったら親御さんとかも見てらっしゃる。でも早漏だし、ごめんなさいね、プライベートのこと言っちゃって早漏、はい、まあちょっとすいません早漏、はい、ね、はい、ちょっとお早いですから、はい、チンポジでも直してるふりしてささっとやることはないですか。まあだからできなくないですよね。できなくないって言うなよ。できなくないですけど、やっぱ見られてるっていう。あ、そうですよね。見られてるっていう興奮にはならないか。ちょっとね。大八木が見て、スカウトの大八木が見てやる。大八木さん。大八木さん、ね。さんスカウトでそんな見てるんですか。どこに加入しようとして。何の組織に加入しようとして。大八木、大八木、大八木、3人だけなら大八木と平尾と松尾。いやもうだいぶ確かにそうなの。松尾いいですよね、一番メジャーですよね。 あと泣き虫先生、山口ね。山口先生ですね、はい、山口すごい方でした。山口先生確かにそれはそうなんだよな。手島さんないのそういうことは。ちょっとなんかお仕事中にちょっとムラっと来たりとか、はい、ムラっと来てちょっと、あ、すいませんってちょっとお手洗い行ってとかいうことはないの？で、ないですよ。女性はそんなないか。ムラムラは正直はしたことありますよ、うん、そのシチュエーションでそういう相手を想像してそういうシーン撮ったりすることも、うん、DVD 撮影中にありますけど、うん、ちょっとすいませんっていうのはないんだ。ないです。あれでもさ、ちょっと恋人感覚でやってるじゃない、カメラ目線でずっとそのカメラマンさんと一緒にさ、二人っきりみたいな状態で、はい、あの時ちょっとジュンとする時ないの？ありますよ。ある、はい。やっぱそこまでやってんだな私はね。そう、うん、はい、妄想、私すごい妄想するんで、結構すぐそういう。あ、そう、はい、いやこれはちょっとまたちょっと DVD 見直してみないといけないかもしれませんね。はい、誰がですか？いや我々も、うん、待ってないでしょ。この人ちょっと順としてるんだと。ちょっともうまたちょっといい、ね、いや、そういうことを言われたらまた見たくはなります。え、ずんとしてます、順としてます。ずんとしてます。ずん大事なとこでずんって言っちゃったから急いちゃったから今。ラジオにラッパー崎バチョフ。手島さん質問、はい、年齢詐称を自ら打ち明けたのに、はい、一切話題にならなかった気分はどうですか？にゃー、なんで今さらなんも、そう、でもその、あの、カミングアウトした日に、そう、有吉さんと番組ご一緒だったじゃないですか。ほんと、全く話題になんねえぞっていうのと、あと、もともと知ってたぞっていう人が多かったんですよ。そうか。なんとなくな。そう。でも、ほんと、私の中ではすごいいい宝物だったのに。確かにな。どうやったら売れるんだろうな。いやー、ほんとわかんない。どうし、いや、ちょっと。してくれません？いや、難しいと思うよ。だってもう、真面目な。すっごいトーンで。ね。ガチトーンじゃないですか。びっくりしちゃった。びっくりしました。いや、でも心、芸能界やめて心さえ元気になったらいろんなことはできると思うんですよ。あ、まあね、本来は明るくないわけじゃないし。いや、今も明るいですよ、別に。いや、めちゃめちゃ暗いから。いや、明るい、やめて、影響力あるからやめて。やめて。ラジオのショッピー、手島さん。はい。生きがいは何ですか？ある。生きがい、SNS。ああ、そう。で、つぶやく。あ、それが楽しいの？みんな誰かしら相手してくれるじゃないですか。最近すごい返信多めにしてます。あ、そう。で、一個前さ、有吉さん全然フォローしてくんないんだもん、ツイッター。あ、手島を、はい、やってんの？やってますよ。で、ま、前回も言ってるけど、毎回会う時言ってるんですよ。村長って言ってる時から言ってんの。あんまり知らない人フォローするとさ。知ってんじゃんですよ、もう。怖いダイレクトメールとか送ってくる人いるから。DM は絶対送んないですよ。あんまり知らない人とか。結構知ってるでしょ、もう10年以上の付き合いですよ、なんだかんだ。ゲストで呼んでるのに、あんまり知らない人。ラジオネーム、アクセルライダー。ね、手島さん、はいはい、僕のポークビッツチンコを見てもらいたいので、Twitter の DM 開放してください。やめてよ。送ってこないで。送られてこない？いや、あったんですよ、前。へぇ、うん。びっくりした。なんか、あ、元気なやつですよ、しかも。あ、そう。うん。どんな。順とした？いや、それはない。それはないです。物だけなんですか？物だけ。顔とかないんですか？でもアイコンが、その人の顔かもしれない。嫌だな、それはさすがに。嫌ですよ、知らない人の、うん。ちょっと、
知ってる人だったらいい。俺ら3人が今日いきなり送ったらどう？Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。さあということで、本日クソヒゲゴリラとパイレッドがお越しになっておりますですね。どうぞよろしく。ラグビーの普及のためにちょっとでも力慣れてますかね今日はね。いやなってると思いますよ。なってますかね。ゲスラーの方もなんだかんだ言って結構こうラグビーのこと注目してくれたりとか、はい、してくれてるので、あ、よかったよかった。やっぱ知らない人にこうラグビーっていうものがこうちょっと届いてる感じはしますよね。それはよかったね。僕はでもメールの質問聞いてたらと届いてる感じしないですちょっとなんかうがった届き方をしてるかもしれないですね。いやでも届いてる、いやほら分かってきたよ。論より証拠の大ライスなんかさっきなんか聞いたな。畠山さん質問です、はい、ラグビーボールに精子をかけたらラグビーボールに似た生物が生まれますか、うん、ほら届いてないんじゃないですかこれ。何だと思ってるのそれだと思ってんじゃないですか。すごい懲りないね本当に。まあでも答えてあげていただきたい。答えてあげる。だって質問いや無機質なものですよね。ラグビーボールは有機物じゃないんで。そうかそうか、そうそうそう、生まれないんですよね生物は。豚の皮は豚の皮ですよね。いやそれ前です。昔です。発祥がそうだったってだけで今は豚の膀胱は使ってないんですよ。あ、そうなんですね。ラジオネーム高速進化、うん、あ、ほらやっぱりラグビーの皮何製ですか。じゃあ、はいはいはい、安田の皮では使えますか。安田さん使えますよ、ね、今何すかあれ。じゃあ合成、あ、ご、うん、樹脂じゃないわ、まあ、合皮、合皮ってやつですよね多分ね。僕もだから僕もちょっと調べようと思ったんですよ。あまりにも豚の皮だ、豚の皮だってその豚の膀胱だっていう言われるので調べようと思ったんですけどちょっと時間なくて調べられなかったです。でもそういう質問来ますよワールドカップ近づいてきたら。ですよね、そのラグビーを知らないっていう方からね、あれ何の素材なんですかみたいな。精子かけたらなんか生き物生まれそれ絶対ゲスナーでしょ。そいつ絶対ゲスナーですよ。このラジオ聞いてるやつですよ。ちょっとでも忙しくなりますか実際いろいろと。やっぱり多分なるんじゃないですか。その結局まあ僕は選手としてワールドカップに出ることが一番第一目標でありますけど、まあ、出れなかった時に、うん、でも誰かがやっぱ解説したりとか、そうだね、今週こう試合ありますよみたいなことメディア対応しなきゃいけないと思うと、その現代表は多分出れないんですよ、ね。おうおう、なるほど。集中しなきゃいけないんで。となると多分ラグビー界でみんなでこう、そういう役目をしなきゃいけなくなるので。そうか。そりゃそうだよね。公、うん、で平尾田にやらしとくわけにいかないもんね。そうですね。そりゃだってラグビー一番頑張ったのはこの前の世代なんだから。そうですね。おう、うん。それは畠山さんがやって、それは解説やんないと。そうです、ね。できる？いや、できると思います。あたふたしない？しない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 。いや、その、五郎丸、なんか端の方で、おちんちん触ってませんか？それは五郎丸に問題があるじゃないですか。今すぐもう首根っこつかまえて退場ですよ、そのやつは。めぐりかネットカードですよ、そいつは。そうそうそう。いや、それ楽しみですよね。それ、そうだったら俺らは見るけどね。いや、そう、だから、ワールドカップ終わった後に、うん、それ続くのかなっていう。うん、今、すごいいろんなアーティストの方がタイアップしていただいたりとか、うん、こう、テレビとか、こう、メディアとかで見ますけど、うんうん、だからバブルで、うん、バブルってやっぱ弾けるじゃないですか。それが僕はすごく怖いんですよ。だから気をつけないと。橋本環奈ちゃんサポーターやってくれてるけど、終わったらもうそんなラグビー見ないかもしれないしね。それ近づいてくるよ、小島瑠璃子だ、ベッキーだ、手島優だ、的な名前が、ね、誰逃れ明美も好きだって言い始めるよ、そろそろ。そうですね。だありがたいんですけどね。だそういうふうなこう声をどんどん続けていかなきゃいけないと思うんですよね。そう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 。結局我々がやっぱり一番息の長いファンなのよ。ああ、なるほどね。まあ、言い方が違うから別に。ああ、そうですね。盛り上がらないでよと思ってるから。逆に。我々のものでいたいみたいな。そう。我々の楽しみだ。我々のもんだから。豚の膀胱を追いかけてるゴリラたち。確かにそういう目で見てる人はもうその我々だけでしょうね。ありがとうございます。だけだと思う。そういう意味では広がらないでしょ。安心してください。手島も応援してよ。だから、もっと。はい。いや、私みたいなもんがいいんですか？そう、暇なしとか応援しないとやっぱり。あ、そっか。暇なんだから見れるだろ、いくらでも。見ます。暇なんで。見て。うん。頼むよ、だから。はい。お願いします。
これからラグビー界、はい、ラグビー界は私が背負います。なんで背負うんだよ。守ります。あ、なんか出るんでしょテレビ明日。あ、明日ですよ。明日日本テレビのなんか平成最後のアスリートとなんか初告白みたいなので、うんうん、もう五郎丸と一緒に出ます。え、何言うんですか。何言うんですか。でなんかどこが疲れるかなんですけど、なんか、うん、あの4時間の特番で2時間ずつでこうゲストも入れ替わるんで、僕らは多分最初の方の2時間だけだと思うんですけど、うんうん、いいね、スポーツ系のね。そうそうそう。でもほとんどスポーツについて語ってなかったような気がするんですけどね。日テレ19時そうです。ああ、なるほど。パリオフィズミ潰されたんだから。ああ、チキシオって言っちゃった。チキシオって言っちゃった。これ関係ない。もう関係ない。もう点じゃないんですよ。団体がたまたま潰れたっていう考え方しないから。ああ、休めたの問題ですからね。全然有吉ゼミに呼ばれないのはそういうことなんですね。そうです。全然飯食わないからな。 ラガーマン食わないよ飯。そう。何回も有吉ゼミの大食いのやつ、はい、何回か出てくれたんだけど、はい、選手、はい、全然食わない。もう、そう、うん、もう本当に賑やかし。おちゃらけ。おちゃらけか。全然食べない。そうですね。いや、やっぱ人生が悪いですよ。あんなシュッとした、あれ、だからバックスですよね。確か出たやつ。そうか。だから、あんなじゃダメですよ。もっと、そうか、その原始人チームだ。原始人チーム。原始人チーム。1から8の原始人チームに言われて。1から8ね。1から8。でも僕あれですよ、誰得で一回、あの、肉食うロケやったんですけど、もう無理ですよ。いや、すごい大食いですって、ほんと、いや、なんか、量じゃないですよ。噛む力が。ああ。いや、その、なんです、咀嚼力と飲み込む力、演技力がないんですよ、やっぱ我々。へ、多分量は食えるんですけど、ずっとなんかもう肉味のガム噛んでるような感じします。砕いてと飲むぐらいじゃん。いや、難しい。そう、時間もあるしな。だから、だから本当にギャル曽根さんとか、ほんとすごいんだと思う。いや、ほんとすごい。じゃあ、辛いのでタク組んで、このコンビで。そっちだった。辛いのはそうですね、量も少ないし。いや、でも絶対食えないと思う。マジですか。弱そうだもん。僕なんか生き物として弱いですよね。その、チンコはちっちゃい。手島はね、人気がないから無理。なんかやめてよ。リアルなこと言うの。すごいボール来たね、今。ねえ、ゲストですよね。ゲストなのにね。ねえ、そうだね。全然食わないからな、やっぱ。あの、やっぱテレビチャンピオンとか大食い好きな人はもうデブは食わないってもう知ってるから。デブは内臓が潰されてますから、まあ食わないですよ。そうなんですよ、ね。デブは食わない。何回言うんですか。何回デブは食わないって強調するんですか。まあ実際確かに食えなかったですけど。いや、だからなんかね、なんかもう情けないですよね。そうだね。ラグビー選手すごいっていうのを見せたいんですよ。そう。ラガーマンとかプロレスラーとかね、野球選手がやっぱ見せてほしいのよ。見せたいとこ。そうなんですよ。生き物として強いんだっていうところ。そうそうそう。でもメディアに出る人って意外とそうじゃない人が出ちゃうから。リスラに短パン渡して俺の太もも太いだろうって言ってる場合じゃないのよ。やっぱそういうところからしっかり潰していかないと。ラグビー選手やばいんだよっていうところ。ダブルか。Night Dreamer Live on air。さあ、ということで、もうお別れの時間なんですよね。2時間あっという間でございましたけれども、今日ね、だからお二人にいただきました、畠山さんがもらった短パン、はい、落書きボールという、はいはい、絵本ですね、うん。そして手島さんがくださいました、乳輪を隠せるバッジ。手島サイズの乳輪バッジというのがありますけども、これ今日全部いただきまして、この、番組側で預かってても邪魔になるんで、今日絶対に誰かに配りますんで。邪魔。今日読まれた人誰かに行くと思いますんで、必ず受け取るようにしてください。着信拒否しないように。畠山さんは明日日本テレビね、はい、今だから話します。平成最後にアスリート初告白スペシャルというのが日テレで19時からでございます、はい、ぜひご覧になっていただきたいですね。お願いします。手島さんはハミチチパパラッチ、はいね、そのうち出るかな。そのうち配信されるということで、はいはい、楽しみでございます、はい、ラジオネーム弟子の正彦。畠山さんのラグビー愛、はい、しっかり届きましたよ、はい、早速アマゾンでクスコを購入してアナルしっかり広げてラグビーボールを入れたいと思います。違うな、畠山クスコさん。本当にありがとうございます。本当そういう人みたいになっちゃった、ね、女の子みたいな名前になっちゃった。畠山クスコっていう。でも浸透したし。いや、浸透してないでしょこれ。二丁目ネーム。二丁目ネーム畠山クスコ。広がっちゃうよこれ。広がっちゃう。あとはね、無観客試合と言われております JFN パークのアフタートークですけども、普段
この時はまあアシスタントやりますんで安田さんやってますけど、はい、今日はクスコと手島が、はい、あの参加してくれるんですね。あ、ありがとうございます。いいですか。大丈夫大丈夫。本当、はい、クスコとしてよクスコクスコクスコとユウが出ますね。クスコとユウ安田さんに預けますので、そちらよろしくお願いしますということですね。また1年後ですかね。また1年後ですかね。だからワールドカップ終わった後なんで。そうか、そうあってほしいなと思うんですけど、9月そうなんです。私も新曲多分その時に配信してるんで。うるせえ、お前ら新曲どうでもいいんだよ。やだやだ、セットにして、カビチシパパラチで上書きされるんですよ。うるせえうるせえうるせえ。ちょっとじゃあ忙しいね実際ね、うん、そうですね。あ、そうなると嬉しいですね。そうですね、うん、じゃあワールドカップ終わって、じゃあワールドカップの反省会でちょっと来ていただけたら。ぜひぜひ、はい、ぜひ。もう大変だと思うよ、結果出さないと。本当ですね。すごいこと言われるんでしょうね。言われるだろうね。クスコの嵐なんですよ。クスコからですよ。メールが多いクスコからですよ。応援してますよ。手島さんもだからちょっとまたセクシーなグラビアで順と言わす、はい、順と言わせながら僕たちをちょっとビンとさせてください。オッケー。というわけでお相手有吉弘行と、デジャス安田とクスコとということで、また来週お会いします。2時間どうもありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。